車選び .com。 これいつフルモデルチェンジしたの？もう本当につい先日ですよ、数ヶ月前。あ、そう、はい、2022年。はい。へえ、じゃあステップワゴンと一緒だ。そうですね、走り出したのはこっちの方が早かったですけれど、うん、ステップワゴンまだですもんね。そう、発表だけしたもんね。はい、これはもう納車がようやく始まったぐらいな感じですよね。これ助手席も私あの165センチなんですけど、目いっぱい足伸ばしてもまだこうなんだろう、先があるっていうか、うん、全然余裕なんですけど。いいじゃん。すごっ。いいじゃん、いいじゃん、ね、なかなか。なんか助手席じゃないぐらいの広さ。ほう、後ろに乗ってるみたい。そう、後ろ乗ってるみたいです。なんか本当うまいことね、スペースを作り出してるなっていう感じですよね、うんうん、で実はプラットフォーム変えて、うん、結構そのあたりが難しかったらしいんですけれど、いろんなそういう細かいところの空間を探したりとか、うん、あのリアのスライドもねうまいこと作って、うん、スライドするようにしたりとか、でそのおかげで結構走りがダイレクトになったというか、うん、乗り心地もいいですよね。いい。上り坂に差し掛かって、あのハイブリッドも改められたんですけれど、うん、あの電池とかモーターとかが、うん、結構グイグイ登っていくというか。そう、全然グイグイいける。はい、非力だって感じないよこれ、うん、全然。この上りでも普通にスーッていくよ。スイスイ、うん、スイスイだよ、スイスイ。多分これエンジンちっちゃいでしょ。1.8 ですね。あ、だから結構モーターが頑張ってんだろうね。そうですね、うん、今回本当に実用域の使い勝手というか、うん、ドライバビリティを上げることを本当に努力したらしくて、うん、まあ、90キロ100キロぐらいまでをとにかくリニアに動かそうっていうことに気を使ったらしいですね、はい、でも今左下とかよく見えるでしょ、橋の上からね、はい、なかなかこういう広がりってないんで、うん、いまあ、これギャップの入力もいいね。ああ、後ろもいいですね。ね、家族に優しい。スッと収まって、うん、はい、前の撮影者にちょっと近づいてみてください。ほう、ぐーっと近づいてアクセル離すと、うん、車がね、うん、サポートしてくれるんですよ、減速を。あ、しましたね。あのプロアクティブドライビングアシストっていうんですけれど、うん、まあ、前方に何か障害物があるときに早めにブレーキを踏んで、うん、ドライバーに知らせようっていう感じ。あ、電気配達してくんないんだよ。確かに。うん、これはいい、なかなかいいミニバンだ、うん、乗り心地もいいしいいですね、うん、まあ、コーナーも結構ね安定してる車だと思うんで、うん、ミニバンにしては、うん、あまりふわついてないですよね。そうだね、はい、うん、日本はさミニバン作りうまいよ。うん、至れり尽くせりですからね、うん、これ高速道路行くと渋滞時は時速40キロ以下だったら手放しもできるようになってるんですよ。ハンドルの上に黒っぽい枠があるじゃないですか、うんうん、それでドライバーモニタリングしてるんですよ、うん、だから脇見してたりすると注意されたりとか、ね、マジで。はい、それがハンズオフドライブの時にも役立ってるっていう感じです。いやでも本当に土屋さんに運転していただいてこの2列目に座ってるなんて申し訳ないっていう感じですよ。かなりのくつろぎ具合ですからね。いや2列目重要だよこういうミニバンは。本当そうですよね、うん、奥さんとか子供乗るからさ。ですです、うん、今もうシート完全にポカポカでオットマン出して、うん、ちょっとそっくり返ってますけれど。いいじゃん。シート温まるの早いですよね。温まるの早いですよね。ね、思いましたの時、うん、重要、2列目重要、ね、重要。これは同乗者寝るわすぐ。いやそうです、そうですよね、うん。うん、いやこれは本当にうたうたしちゃう、うん、ね、なんか特に今日みたいなめっちゃ寒い日とかだったら中に入ってこのくつろぎ具合が半端ないっていうか、うん、乗り心地いいしさ、ね、そうなんですよね、うん、結構車っていうのも忘れさせてくれるぐらい、うん、そう、視界もいいしさ見やすいし、そう、このピラーが見やすい、うん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 、本当にフロントピラーのところがさ、はい、三角窓が、はい、ここ、うん、ピラー確かにスケスケですよね、うん、スケスケっていうか、え、ちょっと待って、すいません、また間違えちゃった、私間違えちゃいましたかね、スケスケ、あ、クリア、クリア、スケスケ、もう霧島五六
岸がマグロスケスケピラーがびちょ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 、はい、もうなんかついね言葉にも出ちゃうんですよねそういう、それは霧島のエロビデオ売れるわけだよなエロビデオ18禁じゃないですよ、ちゃんと全年齢見れますんでね、マジかよなんかいかにもこう押さえつけられるんじゃなくて、うんうん、自然にやってくれるっていうところが、そうだね、いいかなっていう感じがします。ああ、なるほどなるほど、いいんじゃないのこれ。でもアクセルを離した時だけだね、聞いてんの、ね、そうですね。なんであくまでなんかドライバーの意思は尊重してるっていう感じはしますね。大体居眠りしてるやつってちょっとアクセルに足を置いてんだよねそうなんですか。そう、それでぶつかんだよ。ああ、なるほどアクセルから足を離してたらスピードはどんどん落ちていくからね。ああ、だからちょっとわあ危険だいやだけどないよりマシだよ、はい。あとね、土屋さん最後にねこれ、うん、降りるときに、うん、あの電動のスライドのスイッチが上に行ったんですよ今度。え、どういうこと？ここにねあるんですよ、オープンのボタンが。なんで、まあ、スライドドア、運転手さんがこう操作してもいいんですけれど、助手席の奥さんとかが子供のために開けてあげるとか、そういうことがやりやすくなったので。ああ、そういうこと。はい、まあ、もちろんロックを外してないと、開かないんですけれ ど、 なるほど、ね、今までね右下にあったんでドライバーしか扱えないみたいな感じだった、うん、車選びドットコム